皆さんこんにちは。山手アイコン急行運転手の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、阪海電鉄の高須神社停留場です。停留場のすぐ北東にある高須神社からこの停留所名が付けられました。このチャンネルでは約6年前から駅名の由来になった場所を全国津々浦々300駅以上訪れています。毎週金曜18時にアップしていますので、鉄道好きの皆さんやご近所さんはぜひともチャンネル登録してください。それでは早速高須神社へ参拝しに行きましょう。高須神社停留場を出ましょう。改札はありません。車内で清算です。浜寺駅前方面のホームから降りるとすぐこちらに赤い鳥居が見えます。さあというわけでもう到着しました。こちらが高須神社です。停留場名は高須神社、神社名は高須神社。いつから濁音がつくつかないになったかは実は定かではないそうです。赤い鳥居があります。階段を上りまして、鳥居の足元でさあ境内です。すごくこじんまりしていますね。よーく見ますと社殿がなんと2階建てです。拝殿、社務所、そして三種殿を全部兼ね備えているそうです。境内社が8つあると聞きましたけれども、どこでしょう。ちょっと探しに行きましょう。鳥居があって、お賽銭箱、赤い文字が薄く色あせてしまっていますけれども、 1,2,3,4,5,6,7,8 8つあるそうですね。向こうかな、あ、ここですか。なんと境内社も建物に入っています。境内を出まして、境内の北と東には土井川公園という公園があります。こちらの広場は昼ですね。そしてこっちにはブランコと滑り台とお砂場。大阪府堺市の産業としては現在では金属が有名ですが、古くからの産業としては包丁と鉄砲が有名です。江戸時代の初めの頃、鉄砲鍛冶屋を営んでいた柴辻利右衛門さんは徳川家康さんの命令で日本で初めて鉄製の大きな大砲を作りました。その後大阪の陣に向けて鉄砲を100丁用意し、その功績を称えられたことで高須の地をもらいました。稲荷明神の神様を呼んでこの場所に高須神社を建てたんです。さあ今回の由来機構、皆様いかがでしたでしょうか。高須のお稲荷さんとして親しまれている高須神社を参拝しました。古くから残る日本の産業、今後も長く続くといいですね。
天王寺からも列車1本で来ることができます。皆様もぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさよなら。